奄美大島野生生物観察ナイトツアーのルールとマナー。奄美大島エコツアーガイド連絡協議会からのお願いです。奄美大島では希少な野生動物を観察するためのナイトツアーが人気です。野生動物や自然環境に配慮しながらより楽しくツアーを楽しむために皆さんにお願いしたいルールやマナーがあります。運転には気をつけて。野生動物の事故防止のため速度を抑え、アマミのクロウサギなどの哺乳類をはじめ全ての生き物を絶対に引かないように、路面や道路際などをしっかり確認しながら進みましょう。無理に追い抜かない。前の車に追いついたら一旦待機して無理に追い抜かないようにしましょう。追い抜く場合は前の車の意思を確認してから、できるだけ観察を妨げないようにゆっくりと追い抜きましょう。先頭を譲りましょう。十分に観察ができたら後続に譲りましょう。後続の車に先頭を譲る場合はハザードやウインカーを出したり声をかけるなどして後続の意思の確認をしましょう。みんなが楽しめるように譲り合って利用しましょう。離れて観察しましょう。動物は離れて静かに観察しましょう。ライトの数や明るさは最小限にしましょう。動物が逃げていくのを追いかけたり大声を出したりしないように、また触れたり餌を与えないようにしましょう。野生動物の道路切りや利用者同士のトラブルを起こさないよう、これらのルールやマナーを守って観察しましょう。